です。先日 iPad Pro の開封の儀を行いましたが、ちょっと触ってみた感想ですね、じっくり触ったわけじゃないんですが、ファーストインプレッションということで、本日はですね、動画を撮っております。それではスタート。iPad Pro を届いて今日で10日ぐらいかな、ちょうど、今収録日の段階で10日ぐらいなんですが、まだねあんまり使いこなせてません。というのもね、意外と iPad が便利すぎて、iPad の方がやっぱりメールチェックだとかいろんな細かい作業まだそっちでやってる最中で、iPad Pro はねまだアプリのインストールとかもね、やりたいことのアプリのインストールが終わってないものもあるので、軽く触った感想ですね。なので、まだまだね、年末とかにじっくり触った感想とかは改めてやりたいと思います。まず1点目なんですが、これをね先日買ったお話したかと思います。これできれば iPad Pro につなげて、で、外付けハードディスクとかつけられたらいいよねって私話をして買ったんですが、外付けハードディスクはね結論使えませんでした。USB のパワーを必要としないものだったら使えると思うんですけど、私もねうっかりしててだよねと思って、私が今使ってる外付けの USB のハードディスクってもちろん電源はついてるんですけど、その外付けのハードディスクの USB のところからもちょっと電源使ったりするせいで、うまく認識はできませんでした。なのでちょっとその外付けのハードディスクについてはね、ネットワーク構成、自宅のネットワーク構成をうまく使って、iPad Pro から無線 LAN とかでね、入れるように構築し直そうかなと思ってるところです。例えばね、ちょっと今ここ差しっぱなしになってるんですけど、こういうメモリーカードを挿すタイプの USB のものありますよね。これだったらこうやって挿して、でこっちを iPad Pro につなげてあげることで、このメモリーカードとかを読むことはできるようです。実際今つないだ状態なんですが、こう赤く点滅するの分かりますでしょうか。で、今ねこっちの iPad の方には写真とか動画が取り込むっていうふうに出てるので、メモリーカードを使ってうまく読み書きするっていうのはにはこれ便利です。だからやっぱりあんまり大容量の、iPad Pro を買わなくてもこういうメモリーカードでうまく対応できるし、あと撮った写真とかをiPad Pro に取り込むときとかには必須のアイテムにはなるので買って損はなさそうです。ただ外付けハードディスクは使えないかなっていうところだけご承知おきください。で、iPad Pro ですね、まず使ってみて感じたのは、フェイス ID が縦向きでも横向きでも反応するというのは非常に便利だと思いました。これはね次の iPhone からもそうしてほしいです。はっきり言ってこれね本当に普段は私キーボードつけてる兼ね合いで横向きにして使ってるんですね。こうやってこの状態でしっかり反応します。で時々も縦向きにしてても反応します。これはめちゃめちゃ便利です。その他についてやっぱりキーボードが、今回ねキーボード一緒に買ったことによってとても便利に使えてます。文字を入力するときは別にこのアップルペンシル使って入力ポチ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 ってやってもいいんですけど、私はタイピングする方が絶対早いのでこのキーボード買って正解でした。もちろんこれでね細かい作業とかもできるのでアップルペンシルも必須ですね。やっぱりねこの周り周辺に関して私今回購入したもので、キーボードとかアップルペンシルだとか
さっきのあのアダプター、この 3 点については購入して正解だと思ってます。これがあることによって iPad Pro ね、可能性が広がってきたんじゃないかなと思います。もちろん一つ一つのオプションはねちょっと高かったりするので、躊躇する方いらっしゃると思うんですが、少なくともね、12.9 インチ買われるんであればキーボードつけた方がいいと思います。あとですね、ちょっとサイズの比較などは後ほどですね、別に画像で、お出ししたいと思います。ちょっとね、ゲーム実況の方のチャンネルでいろいろ質問をいただきましたので、実際ね、重さ、厚さなどについて、あと今年の2018の iPad 第6世代との比較など、この後していきたいと思います。ちょっとね、スマホとかで今ご覧いただいている方、ごちゃごちゃ、文字が書いてあって見づらいかもしれないんで申し訳ないんですが、今年2018年発売の iPad 第6世代および iPad Pro、こちらのですね、サイズ比較をまずお見せしたいと思います。まずですね、iPad Pro の、11インチ、12.9 インチ、あと iPad について 9.7 インチということで、まあ、サイズが分かれています。で、高さですね。高さの部分については、11インチの iPad Pro、これが247.6mm で、ちょっと飛ばしますが iPad 9.7 インチについては 240mm ということで、サイズがね 1.3 インチ違うにもかかわらず、ベゼル部分のあるなしでもうほとんどサイズっていうのは変わらない、高さはほとんど変わらないですね。同じように幅についてもですね、11インチのものだと 178.5mm で、ちょっと飛びますけど iPad こちらが 169.5mm、 まあ1センチぐらいしか差がないです。で、厚さなんですけど、これが11インチのもの、まあ 12.9 インチのもの、こちらが 5.9mm、 これに対して iPad 第6世代が 7.5mm ということで、iPad の方が若干厚みがありますが、1mm とかの世界なんでね、そこまで気になるほどではないと思います。で、さらに言うなれば、iPad Pro は裏がねフラットな感じなので、薄くなったなっていうのは非常に感じやすいんですが、 iPad ですね、第6世代に関してはちょっと曲面になってるので、そこまでね分厚いなっていう感じはしないと思います。端の方はちょっと薄めになってるんでね、そこまでの違いは大きく私は使ってみて感じていないです。重さについても11インチの iPad Pro と、iPad 9.7 インチ、これほぼ重さ同じです。ただね、iPad の、この重さは Wi-Fi モデルの重さなので、 Wi-Fi プラスセルラーモデルだとプラス、9g ぐらい重くなってます。でもほとんどサイズは変わらない。 iPad Pro の11インチと iPad の 9.7 インチというのはサイズはほとんど変わらないということになります。間に入ってる 12.9 インチね、こちらについてはやっぱり一回り大きなサイズになってますが、厚さについては同じくね薄いサイズで、重量については 500g を超え 631g、これも Wi-Fi モデルの重さで、セルラーモデルになると確か 2g ぐらいでも重くしか買わなかったかな。間違ってたらごめんなさい。ちょっと私も今
手元の資料を見ずに答えちゃってるんですが、確かそのくらいしか変わらないです。11インチモデルに至っては重量はWi-Fi モデルもセルラーモデルも同じだったと記憶しています。ということは、あの iPad Pro の11インチと iPad の 9.7 インチ、ベゼル部分の、狭さ、広さ、これだけの違いで全体的なサイズはほとんど変わらないということなんですね。で、気になるお値段の方、もう一度ちょっとおさらいなんですが、ちょっと表を作ってないんで申し訳ないんですが、お値段がね、容量がそれぞれ違うので一概に比較できないんで申し訳ないんですが、 iPad Pro の、11インチのモデル、これをね、256GB で購入した場合は、これ税抜きの106,800円、10万円超えます。 iPad の 9.7インチ、こちらをね、容量半分になってしまうんですが、128GB のモデルを購入すると48,800円、値段がね軽く半額になります。容量が 半分だからって言ってそれだけ安いっていうわけではなく、もう本当に iPad の第6世代は廉価版っていうのが分かるんですが、実際使ってみる限りでは、そうですね、ブラウジングとかちょっとしたアプリでのゲーム、そんなものに関してはね遜色ないと思います。十分使える、十分楽しめるレベルのものになってます。あと今日ちょっとニュースでちらっと見たんですけど、Apple Pencil の第一世代が値下げするとかなんとかっていう噂もあったりするんで、本当に iPad Pro を必要としないけどタブレットが欲しいって方は iPad 第6世代こちらで十分じゃないかなとは思います。またですね、これちょっと書いてないんですが、iPad Pro は、皆さんご承知の通り USB-C での充電になってます。 iPad 第6世代までは、ライトニングケーブルでの充電になってます。今まで、iPhone を使ってる方であれば今まで持ってたライトニングケーブルがそのまま使える iPad の方が、便利だと思います。 USB-C の、ね、ケーブルやっぱり1本だと心もとない、例えば外出用とか自宅用とかに分けて持ちたい方になると買い足さなきゃいけなくなってくるんで、今まで iPhone でライトニングケーブル使ってる方であればね、iPad で本当に十分だと思います。あとは指紋認証、タッチ ID かフェイス ID かの違いになりますので、もうこのね比較をした時にじゃあどっち買おうかなって悩むんだったら iPad でいいと思います。私の個人的な感想にはなるんですが、iPad の 128GB 買っとけば普通の生活では間違いないと思います。もしね、iPad の、これ 128GB さっき 48,800円税抜きって言ったんですけど、私が買った iPad の、32GB にした場合、これを Wi-Fi モデルで購入するとですね、
37,800円です。非常にお安いです。そういうことも考えるとやっぱりね、無理してプロを買うっていうのは必要ないかなってつくづく感じました。あの比較はね、以上こんな感じになるんですが、普通のね簡単なゲームはもちろんなんですが、あの PUBG とかああいったゲームも iPad で十分です。 iPad Pro の、スペックは必要ないかなと思ってます。もう値段もね雲泥の差なんで、大画面で PUBG だとか、あと荒野行動とかああいったゲームをやりたいっていう方は iPad 第6世代お求めになった方がお得かと思います。で、私はこの iPad Pro で何をしたいかっていうと、あの前もちょっと話したんですが、絵を描いたりとか動画編集したりとか、まあ、ゆくゆくはね、あの動画の音楽とか作ったりとかっていうのをしたいので、どうしてもスペックが求められてくる、スペックが高い方があの作業の効率が上がるっていうものをやりたいので iPad Pro を購入してます。特にあのイラストとかね、まだ全然描けないんですけど、レイヤーを重ねたりすることを考えると、普通のパソコンでねイラストを描いたりとか、イラスト描いたりとか、あの画像の処理をされる方だと分かると思うんですが、レイヤーを重ねていけばいくほどやっぱりね、スペックが低いパソコンだったりするとね、だん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 作業が辛くなってくると思うんですが、まあ、iPad Pro はそこのところはね大丈夫じゃないかなと思ってます。そこは期待してます。まだまだそこまでねやってないので何とも言えないんですけど、かな、あのそこは期待をしてます。あと動画の編集などについてなんですけど、まあ、の有料のねソフトなど、あの有料のアプリなどを入れれば細かい作業もできそうなのでね、iMovie だけではなくね、ちょっと有料のアプリを入れて動画編集などはしていきたいと思います。で、つい先日ね、なんかヤフーどっかのガジェット系のニュースで出てたんですけど、まあ、あの iPad Pro は Mac と一緒に使った方がいいよっていう記事見たんですけど、そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。大事なことなのに2回言っちゃいますけど、もうあのアプリが全く違います。もちろんあの Mac で使うアプリの方が細かいことができるものが多いし、作業もね十分できると思います。で、 iPad Pro に関してはどうしても iOS のアプリになるので、その分ちょっと性能が落ちるものも多数あります。無料のものに関しては特にね性能が落ちます。 iMovie にして iMovie 一つ撮っても全くあの機能が違うので、これはね2台もあの Mac と iPad Pro はそれぞれあった方が便利ですね。あの今回まあいろいろ使ってみて、まだ10日です。届いて10日です。さっき、まず便利だと思ったのが Face ID の、縦横対応が一つ、あとはこの Apple Pencil ね、 Apple Pencil に関してこれで充電ができるのが便利になったのが一つ、ね、充電忘れが私減りました。あとはキーボードはね、別にあの iPad の方でもキーボード買えばそんなに差はなかったかもしれないので、そこはちょっとね iPad Pro だからすごいっていうかのはまだね私の中では疑問があります。だからあの Mac と iPad の中間っていうか位置づけで考えた方がいいかなと思います。あと先日ね届いた直後にオンラインセッションを受けますって話をしたんですが、オンラインセッションはねやっぱり基本的な
初期設定のセッションだったんで、まあ、ぶっちゃけ私の中では真新しいことほとんどなかったんですが、一つだけですね、そんな機能があったんだっていう、慌てて iPhone も iPad も全部設定をかけたっていう機能が一つだけあります。一番左までね、こうスライドしていくと、上の方に一番左までスライドしていくと、上に検索が出て、下にウィジェットが出てる画面っていうのが iPhone、iPad 皆さんあるかと思うんですが、これね、もうご存知の方はもう多いと思うんですけど、私全く知らなくて、ここの一番下にね、編集というボタンがあります。この編集のボタンを押すと、ウィジェットを追加というボタンが、画面が出てきます。このウィジェット追加の画面で、ですね、ぜひ皆さん追加していただきたいのが、あった、バッテリーですね。バッテリーを追加して完了します。そうすると、iPhone の XS だとか、あと iPhone の、まあ、XS は特にそうなんですけど、右上のそのバッテリーのところに残り何パーセントっていうのが出なくなったじゃないですか。これがこのウィジェットのところで何パーセントっていうのが見えるようになります。あと、それに紐付けてる、Apple Watch だったりとか、あと、iPad の場合だと、この Apple Pencil ね。Apple Pencil。あとは、AirPods。その他、もろもろ、ペアリングしてるものに関して、電源が入っていれば、ここでバッテリー残量が全部見れるようになります。これね、知らなかった。私とっても便利だと思って、これ全部速攻オンにしました。もしね、ご存知なかった方いらっしゃったら、すぐ設定してみてください。ウィジェットってそんな使わないよって思うかもしれないんですが、ここにバッテリー容量、特にオプション周りね、アクセサリー類のバッテリー容量が出るっていうのは非常に便利だと思います。その他の部分についてはね、細かい機能などはね、ちょっとアップルのサポートページに載ってるものを紹介していただいて、30分のセッション終了だったんですが、まあ、その一つをね、知ることができただけでも私の中では大収穫でした。iPad Pro を買って正解だったかどうかというのは、まだまだ未知数です。ただ、やりたいことが増えました。ね、最初はその動画の編集だとかを、楽にしたいっていうことで買ったんですが、できることがいろんなことができるっていうのが、それこそ以前の動画でちょっとお話ししました Apple Store のセッションに通ったことで、やれることっていうのがたくさん見えてきたのでね、 iPad Pro は買いだと思います。その他ね、何か質問等ございましたらコメント欄にぜひお寄せください。私の方でね、分かる範囲でしたら、お答えいたします。分からないものについてはね、ごめんなさい、ちょっと Apple のサポートに問い合わせてみてくださいってなっちゃうかもしれないんですけど、私の方でね、調べられる範囲はお答えしたいと思います。iPad Pro 買ったおかげで、今までこれがやりたい、これがやりたいっていうのを、もう自分がやれそうなことしか見つけられなかったんですけど、こんなことができるんならやってみたいっていうね、やりたいからやってみたいに変わりました。もう本当にね、そこはとてもいいかと、私にはとても向いてるガジェットだと思います。非常にね、簡単なお話で薄っぺらいお話になっちゃうんですが、これが私のファーストインプレッションでした。また使ってみた感想に関してはですね、じっくり使い込んだ上で、お話をしたいと思います。では、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録が、この動画を見てですね、もっと iPad Pro のことを知りたい、役に立ったよという方、高評価ボタン押していただけると励みになります。また、チャンネル登録がお済みでない方、
ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。それではまた。皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。